はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、今日はダイヤモンドキングの、はい、メジャーリーグですね。はい、野球です。こちら2つですね。2ボックス。1ボックス8900円で販売しております。まあ、大谷選手のね、カードが何種類か、インサートやベースカードをラインナップされています。比較的、出やすいものですね。サインカードもまあ、比較的出やすい方かなと思います。一応ワンボックス8900円でサインカードが1枚と、メモラですね、ジャージカードとかバットカードが、何かが1枚、合計メモラカードは2枚ですね、入っております。あとはパラレルがあったりシリアル入りがあったりという感じです。グループブレイクでも結構多くやりましたね。今では箱でちょこ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 こうね、売れております。結構ロングセーラーな感じになってますね、こちらね。で今、3時13分ですね。ちょっと急いで開封してもう明日着で送ります。ゴイラシアタカさんですね。いつもありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあ一つ目ですね。お、速攻オーロラ大でしょ、エイチロこれも結構かっこいいですよね。オーロライチローさん。はい。箱1ぐらいですね。イチローね。この1、オーロラってやつですね。あ、はい。ワン・ショウヘイ。ワン・ショウヘイ取り扱いました。バッターの方ですね。あとはこうひっくり返ってるのはハイナンバーだったり、ショートプリントだったり、いろいろですね。シーガーね。怪我しちゃったな。はい。ひっくり返ってるのはリンドア。はい。セピア。で、デグロム。ブラックバーンですね。これもルーキー。クリブラ。うん。はい。これ、ひょっとしたら、このグローブの位置って、大谷くん違うかな？大谷だ！おー、4-99。AP ですね。アーティストプルーフの大谷、この位置のグローブね。大谷くんかなって思ってました。まあ何回も見てますんでね。はい。73番のセピアの99シリ、おめでとうございます。マッシューズですね。これは赤フレーム。アルテューベですね。お、フレームはレジェンド、ワグナーです。99。チッパータイカップだ。ベリンジャーですね。テッド。はい。で、ちょうどサインのとこでした。スプリンガーですね。ワールドシリーズの MVP。 はい。99シリ82番、スプリンガーです。サインが、はい、サイン出ました。ん、ジャージはシスコ、ボルチモアのルーキーですね、キャッチャーです。で、サインとジャージが出ました。ディマジオ、アレナードですね。はい、1箱目、サインがスプリンガー、メモラはシスコ、ただアーティストプルーフのセピアの99、大谷くんが出ました。大谷選手自体は2翔平ですね。まあでも1個 99C だったらもう文句ないでしょうね。はい、なかなか出ないですよ。やっぱこうね、大谷選手の何かしらがこう出やすい、そう考えると非常にいいプロダクトです。どんなそこになくなっちゃったんですけど、まあね、ダイヤモンドキングでも全然皆さん継続して買われる方が多いです。
はい、じゃあ2箱目。はい、ひっくり返ってのメヒア。はい、ナンバールーキーですね。ひっくり返ってのが、お、アルビーズで、これオートだといいですね。あ、ジャージでした。まあでもルーキーで今トップですね、ホームランね。デルモニコさん、ルーキー、2-99。チッパージョーンズ。ん？ひっくり返ってんのが、大谷くん。はい。これは、漢字バージョン。はい。大谷くん73番の漢字バージョンですね。さっき通常も出たので、これで揃ったのかな。ハーパーですね。はい。大谷くん出た。で、これが通常バージョンです。73。ひっくり返ってるのは赤フレームバンダさん。サンチェス。ホールヘイさん。ルーキー、ハイナンバー。アレナードですね。これテッド。ん？ひっくり返ってる。テイラー、まあですね。でも49シリです。パラレルオートですね。一応ルーキーのサインです。2-49。はい。お、翔平バッティングも来ました。76番。また翔平。73のこれは今度なんだろう。あ、セピア。すごい。翔平ラッシュ。はい、C がですね。で、オーロラがマカちゃん。はい。ポールス。マンシーニですね。で、ベリンジャー。はい、となります。まあ、ざっとだけ。あ、どうも、いらっしゃいませ。大谷くんが4枚、5枚ぐらい出たのかな。よいしょ。6枚ですね。よいしょ。と、オーロラの一郎。っていう感じです。こんな感じです。ありがとうございました。